まあ、本当に、まあ、僕も、まあ、バスケットの世界で、まあ、20年こういう活動もして育成のこととかこう勉強したこう自負じゃないけどねこう勉強してきて世界とかも回って見てきてある程度育成のことをいろいろ整理してきてたつもりだったにもかかわらずまだまだ学びが深いなっていうねこう種目を超えてこう学んでいくと、まあ、本当に気づきとか発見が多いなっていうのをその回で感じていて、まあ、これをやっぱ多くの人にもっとねこう届けたいなっていうのがこのイベントの立ち上げの趣旨だったんで想像通りの午前中の回でしたね。それぞれの方々の発表の中にバスケット界も参考にする参考にしなきゃいけないような話たくさんありましたしやっぱこうどの種目もここの未来をすごい考えていろんなアクションされてて単にね目先の大会勝つか負けるかみたいなだけじゃない視座で子供の育成とかねスポーツっていうものを捉えてらっしゃるから